川端文部科学大臣。お答えいたします。まあ、前段まさに、政治とお金の部分に関して、議員ならではの立場での分析をいただいて、なるほどなというふうに思いましたが、いずれにしてもこういうことは本当にあってはいけないというのは残念であると同時に、二度と起こしてはいけないという立場で厳しく現実を調査をし、適切に対処し、供給現場がしっかり守られるように、信頼回復されるように取り組んでまいりたいと思います。そういう中で今ご指摘がありましたが、竹島は歴史的に事実に照らして、かつ国際法上も明らかに我が国の固有の領土である。これは我々の一貫した日本政府の姿勢でございます。そういうところで、学習指導要領でも領土問題については我が国が正当に主張している立場において、指導要領に書かれ、学校教育現場において適切に教育されるようにというのが文部省の基本的な一貫した方針でございます。そういう中で今 ご指摘の部分は北教組がですね、要するに自分たちの組織の、職場討議資料という形で、そういう、ことをの資料を作られたというふうに承知をいたしておりまして、堅苦しい、なんか建前論みたいになるかもしれませんが、そのそれぞれの、任意のこういう団体がその中で何を配り何をやられようとですね、基本的にそれを私の立場でどうこうという立場ではありません。ただですね、これが教育現場に持ち込まれることは許してはいけないことであることは間違いございません。そういう意味で、この北教組に対しては、その北海道教育委員会としては、新しい中学校指導要領で竹島が明記されましたし、この後は高校においてもまたそういう解説が出ますから、それの周知徹底を図っておりますと同時にですね、今私たちが確認しているところでは、学校においての指導状況で道内すべての学校で今ご指摘のような中身を教育現場として行われたという事実は把握をいたしておりません。また国旗国歌に関しましても、これも指導要領で、しっかりと尊ぶ姿勢とですね、それから式典等においての慶応や君が代を歌えるようにということが指導要領で指示しておりまして、ほぼ99%から100%式典においての国旗の掲揚と国歌が流れているということは事実でありますが、実態において、適切にしっかりやられるようには引き続きですね、しっかりと地元の教育委員会で徹底されるように我々としては連携を取ってまいりたいと思っております。委員長、木内稔さん。ありがとうございます。教育現場に持ち込まないと今大臣のお言葉をいただきましたので、ぜひお願いしたいと思います。やはり政治的中立性というのはですね、教育現場、まさに子どもや親の観点から大事だと思いますので、その点はぜひしっかりやっていただきたいと思います。次にですね、ちょっと飛びまして、朝鮮高級学校を就学支援金の対象を適用除外するかしないかについて、質問させていただきたいと思います。これが最後の質問になります。で、私は基本的にはですね、昨日の参考認識でも申し上げましたように、ドイツで10年暮らして幼少時もおりまして、大学もドイツの大学留学しておりましたが、ヨーロッパなどは外国人であるとかないとか関係なしに分け隔てなくですね、教育をする機会を与えてくれるんですね。で、これは非常に私はいいことだと思います。で、したがって、外国人学校についてもですね、一定の要件を満たすのであれば当然、適用すべきだと思っております。で、また私はその朝鮮学校だからその個別で狙い撃ちにするべきではないと思いますが、しかしですね、このじゃあその朝鮮高級学校、いわゆる高校ですね、そこでどのような教育が行われているのかというと、やはりそこはしっかり調べていただきたいなと思います。ちなみに私の手元にある1992年4月号の正論という雑誌の4月号ですね、そこにですね、その朝鮮学校でその近日制科目というのがあって、
まあ、これはいわゆる道徳の科目なんでしょうか、金日成 主席様 の、 その個人崇拝をもう繰り返し繰り返し述べていると。そしてまた、南のですね、韓国に対するその南朝鮮革命をせよみたいなことを子どもたちにですね教えておりましてですね、そして、刑務所に送られて処刑する直前に金日成万歳というようなのが国語の教材に使われていると。でこれはまあ18年前のことですから、いや今はあのもうそんなことはしてないということとは私は思えないんですね。あまり変わってないと思います。でそもそもこれはでもその民族によって差別するというんじゃなくて、逆にこの教えている中身が逆に言うとですね、何かこの金日成を崇拝する人じゃない人は人ではないと、逆に差別の助長をしますし、その個人崇拝を強制しているという意味で憲法が保障する思想信条の自由に反する教育をですね行っているという意味で、さらに多様な価値観を認めないと、ここまで来るとですね、私は別に民族教育をやってもいいけど限度を超えてるんじゃないかなと。でこれは国民一般の感情として、国民の税金を使っている、それをそんな教育にですね使われたらですねいかがなものか。例えば破壊活動防止法だって、あれはもう極力使っちゃいけないと、殿下の報道だ。しかしオウム真理教とかああいう団体に限ってですね、何十年に一回っていうんでしょうか、そういうこともあってもいいんじゃないかと思うんですね。基本的にはあのやらないけれども、でもこれもですねぜひあのもう時間がありませんので、よくお調べになっていただいて、やはり政治指導というキーワードを使ってらっしゃるんですから、あの公安調査庁の人が暇で暇でしょうがないっていう噂も聞いておりますので、であのぜひそういうことでですね、あの大臣の前向きな取り組みをお願いしたいと思います。田畑文部科学大臣。あの今回のいわゆる無償化法案の中で高等学校それから以外の各種学校、専修学校各種学校に関しては、専修学校に関しては高等課程のもの、それから各種学校は基本的には高校の課程に類する課程とみなせないけれども、外国人学校は専修学校になれないという部分で例外的に認めるということで、それの先生おっしゃいましたように一定の要件をどういう項目をどういう方法で判断するのかということを今、まあ、省令で定めるべく皆さんの意見を聞きながら議論をしているんですが、冒頭のお触れになりましたように、朝鮮学校だからという仕切りをするつもりはありません。同時にですね、制度上客観的に評価できる仕組みということをぜひともに作りたいと、整理をしたいということでありますので、今おっしゃいました実態の話、あるいは国民の感情の問題、あるいは外交上の配慮等々をこの客観的判断に組み込むということは前提としていないことは、ぜひとも制度上の問題ということではご理解をいただきたいし、中身の実態に関してのいろんな、この前ご視察行かれた、まだいろんなことも今日はお聞かせいただきましたが、今の正論に載った記事もお触れいただいた、いろんな議論があることも我々は教育を担当する立場として教育の実態のいろんな分ということでの参考にはなりますが、今回のことに関しての物差しとしては想定していないことはご理解いただきたいと思います。委員長、木内稔君。もちろん国際人権規約ともありますのでですね、なんかその特定の民族だけをなんか不当に差別するような印象諸外国に与えるということは、これは非常に、外交上もまずいわけですから、やはりきちんと調査して、こういう理由で教育内容があまりにも常軌を逸しているからというですね、何かそういった基準を設けていただいて、これは別に朝鮮高級学校だけじゃなくて、他にもそういう学校があればですね、適用除外にしても、問題ないと思いますのでですね、ぜひその点をよろしくお願い申し上げます。以上をもちまして私の質問を終わります。ありがとうございました。